はい、こんにちは、つのこです。今日はね、レジェンド妖怪、武士にゃんのね、次のページがとうとうね、全部揃いました。前回ね、キュービが仲間になって、全部ね、埋まりました。ということで、レジェンド召喚してみましょう。白駒がね、の封印がね、解けました。白駒はね、僕仲間にしていこうと思うんで、今ね、獅子駒がいるんですけど、獅子駒の代わりに白駒をね、入れようと思います。さ、じゃあ白駒ね、仲間にセットしていきましょう。はい、獅子駒さん、今までね、お疲れ様でした。最近はね、ちょっと出番がだいぶなくなってしまいましたが、白駒さんに、変えさせてもらいます。これね、燃える闘志、味方が気絶すると攻撃力アップなんで、味方がね、全滅寸前の時に最後に残ってたら、非常にね、強いんじゃないかなと思います。だから、なんていうの、イタチの最後っぺみたいな、窮鼠猫を噛むみたいな、そういう役割で、パーティーにね、入れるんじゃないかななんて思います。ということで、レジェンド妖怪白駒の紹介でした。ちなみに、キュービの、ステータスなんですが、もうすでに仲間にした時にレベル60あります。で、ヒットポイントがね、293。揚力タイプですね。揚力がずば抜けて高い。で、スキルはね、嗅覚、攻撃が必ず命中すると。こんな感じです。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。